多分日本サッカーで一番イケメンな選手の記念。こんなクソダサいヒゲ生やしてもイケメンやな。かっこよすぎてクサ。そら見たい。顔の系統とヒゲが似合わなさすぎる。やっぱ滝が一番かっこいいわ。漂流でもしたんか。だって叩かれてるけど移籍当初より体の厚み増えた気がする。役者に転向した方が良さそう。滝があるのために代表に呼べ。サウジ移籍の準備でもしてるんか。こいつまだ復活できるよな。ワイは信じてるぞ滝。イケメンなのにお笑いワッと化した謎の男。顔立ちは整ってるけど、この微妙に残念な感じなんだろうな。こんなイケメンが突然一人でドリブル始めるんだもんな。自分探しの旅で東南アジアあたりうろついてるバックパッカーみたい。そんでも取れなかったプレミアのタイトルを持ってる男だからな。広末に食われてボールを入れてくれてありがとうって手紙を送られそう。ガーシーの暴露をものともしなかった男。もしよければ、チャンネル登録お願いします。